い、山寺です。これからですね、また西成散策するんですけども、今日はどこ行くかな。ちょっとね、久しぶりにちょっとね、おかんも行きたいんですよね。おかんもね、長いこと行ってないんでね、ちょっと行ってみたいと思います。気まぐれなんでね、どこに行くかは分かりませんけども、一応今からおかん目指します。はい、今ですね、おかんに着きました。これからですね、ちょっとね、おかんに入って行って飲みます。久々ですけど、行きます。せいさんは家から、おかんに来たら、チューハイにこのあれですね、シークワーサー入れるのがね、今の僕の中のヒットです。ちょっと入れますね。ね、隣にはね、しょうちゃんさんが来てありますね。自分買うやつ大丈夫ですか？あ、そうですか。あ、そうです。大丈夫。そうなんですね。はい、大丈夫。じゃあちょっとね、あの、しょうちゃんさんですわ。あの、ここに来てありますんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません。はい。ということで、今から、飲みます。まだ、昨日はっちゃけましたんで、はっちゃけました。あの、飲みつけたのライブまだ、またちょっと見てみますわ、ね、帰ってから拝見します。はっちゃけた、はっちゃけたらしいですわ、マジではっちゃけました。ほんまにどんなはっちゃけたしたかわかんないですけどね。うまい。はい、冷ややっことですね、島らっきょうです。ちょっとね、やっこは軽く塩をかけて、ここの島らっきょう美味しいんですよ。ちょっと島らっきょうからいただきますわ。久々に食べたけど美味しい。次は冷ややっこいただきます。久しぶりにゴーヤチャンプル食べます。これも絶対この美味しいんでね。あの、すみません、チューハイいただきますか。いただきます。チューハイお願いですか。まあ、好きにさせてね、ゴーヤ。オネストキャップじゃん。うん、ゴーヤですか。久々に食べたらめちゃめちゃ美味しい。うん、最高。久々に食べたけど、ほんまに美味しいよ、これ。うん、もうね、お腹いっぱいになりました。ね、今日はね、ご飯もちょっともらいましたね、豆ご飯ね。で、あの、油味噌と豆ご飯とゴーヤチャンプをおかずに食べました。結構満足ですね。なんかもうお腹いっぱいになったんで、ちょっと飲めなくなりましたですね。これで、今日は帰るから。はい、今ですね、おかんで飲んできました。ですね、一生さんね、今翔ちゃんさんになってるんですけど、ちょっと待っていただいておったんですけどね、今からですね、一生さん、言っといたらもう前のハンドルネームなんで翔ちゃんさんですね、翔ちゃんさんと今からちょっとマブハイの方に行こうと思います。あの、翔ちゃんさん、これもなんです。お願いします。ということで、あの、おかんは、これで終わりということで、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。